京都府宮津市の加護神社にあるサザレイシサザレイシは小さな石。サザレイシはもともと小さな石の意味であるが長い年月をかけて小石のかけらの隙間を炭酸カルシウムや水酸化鉄が埋めることによって一つの大きな岩の塊に変化した石灰質隠れ岩を日本の国家である君が世の歌詞にある岩であるとしてこの岩を指してサザレイシと呼ぶことも 少なくない。日本では、滋賀県、岐阜県境の伊吹山登録が主要産地である。2003年9月に、宮崎県日向市の大御社で、境内の拡張工事中に、日本最大級のサザレイシ軍が発見された。ただしこれは歴岸であり、石灰室角歴岸ではないので競技のサザレイシでは、ないが、広い意味でサザレイシとされる。サザレイシ公園文舎省敷地内にある、 サザレイシ日本の国家である、君が世の歌詞に歌われることで、その名が知られている。ただし、歌詞中のサザレイシは、文字通り、細かい石、小石の意であり、それらの小石が岩となり、さらにその上に苔が生えるまでの過程が、非常に長い歳月を表す比喩表現として、用いられている。いぶきさんの登録、岐阜県伊比川町春日に、 君が世の歌詞の由来だとする説から、岐阜県の天然記念物に指定されている、石灰室隠れ祈願があり、周辺はサザレイ公園として整備されている。ありがとうございます。